角度。角度、角度とは、角、角の大きさを表す、量、速度のことである。なお、一般の角の大きさは、単位の角の大きさの実数倍で表しうる。角及びその角度を表す記号としてはがある。これは、角記号、角記号と呼ばれる。単に角という場合、多くは、平面上の図形に対して定義された平面角。 平面角を指し、さらに競技には、ある点から伸びる二つの半直線、半直線によりできる図形を指す。平面角の角度は、同じ単点を持つ二つの半直線の間の隔たりを表す量と言える。二つの半直線が共有する端点は、角の頂点、角の頂点と呼ばれ、頂点を挟む半直線は、角の辺、角の辺と呼ばれる。また、 直線以外の曲線や面などの図形がなす。角の角度も何らかの二つの直線のなす。角の角度として定義される。より講義には、角は線や面が二つ交わって、その交点や交線の周りにできる図形を指す。線や面が二つ交わって、角を作ることを角をなすという。ここで言う面は、通常の二次元の面に限らず、一般には長平面である。 角が現れる基本的な図形としては、例えば三角形や四角形のような多角形、多角形がある。特に三角形は平面図形における最も基本的な図形であり、すべての多角形は三角形の組み合わせによって表現することができる。また、他にも単純な性質を多く持っているため、様々な場面で応用される。有名なものは、予言定理、予言定理、や、 三角形の辺の比を通じて定義される三角関数、三角関数などがある。予言定理と三角関数は三角形の角と辺の間になり立つ関係を示したもので、これらの関係を利用して三角形の辺の長さからある角の大きさを求めたり、大きさが基地の角から辺の長さや長さの比を求めることができる。このことはしばしば三角形の合同条件。 酸化、系の合同条件としても言及される。物理学など自然科学においては、量の次元が重要な役割を果たす。例えば、辺の長さや個の長さは、物理量として長さの次元を持っているが、国際量体系において、角度は辺の長さの比などを通じて定義される、無次元量であるとしている。角度が無次元であることは、 ただちに角度が単位を持たないことを意味しない。例えば角度を表す単位としては、ラジアン、ラジアン、ヤド、ドが有名である。ラジアンとドの換算は以下の式によって示される。また、ラジアンで表された数値は単位なしの数として扱うことができる。角度に関連する物理学の概念として、位相、位相がある。位相は、 波のような周期的な運動を記述するパラメーターであり、その幾何学的な表現が角度に対応している。位相も角度と同様にラジアンが単位に用いられる。立体的な角として立体角、立体、威角も定義されているが、これは蒸気の定義には当てはまらない。その大きさは単に立体角と呼ばれることが多く、角度と呼ばれることはほとんどない。 以下、本項目においては、平面角を扱う。一つの定まった値の角度を伴う角とは、平面上の一点とそれから出る二つの半直線と、それらにより、平面が分割されて生じる二つの領域の一方からなる図形と定義できる。ただし、口述のように、この定義は数学における主要な定義とは、微妙に異なる。二つの半直線が共有する端点を、 角の頂点、ある角の頂点から出る二つの半直線を角の辺という、頂点から出る二つの半直線のなす、領域上の頂点との距離が以下の点のみを含む領域を取り出すと、この領域は頂点を中心とする半径の線形となる。この線形の大きさは有限であり、相似な図形の性質から線形のこの長さは半径に比例することが知られている。 したがって、線形は半径と個の長さを特定できれば、形を完全に特徴づけられるから、半径と個長を利用して、半径を一定に保って、個長を変えた場合に、個長に比例する量として、角度を定義することができる。この場合、個の長さと半径は比例関係にあるから、単純にその比例係数として、角度を定義することができる。すなわち、半径。 角度の線形の弧長が半径と角度の積に等しくなるように角度を定義する。この角度の定義は直接的に半径と弧長の比を用いて表すこともできる。または角度を固定すれば半径と弧長の比は一定であり、同じ角度を持つ線形はすべて互いに相似である。したがって、はじめに与えた頂点を挟む二つの半直線がなす。 領域に対しても線形と同様に角度を預かることができる。すなわち、反直線のなす領域に対する角度は、その領域に含まれる頂点を共有する線形の角度に等しい。上述のように決まった図形に対する角度を定義すれば、図形の変形を特徴づける量としても角度を用いることができる。はじめ、 頂点を共有するる二つの半直線が同じ場所に重なっている状態から一方の半直線を、その端点を点から動かさずにその向きを変えるように、動かすと、二つの半直線がなす領域は、半直線の運動に応じて変形される。この時、領域の角度の変化量として、動かした半直線の回転角を定義することができる。言い換えると、 ある一つの半直線の向きを変えた場合に、変える前と変えた後の位置にある、半直線のナスがその反直線の回転角である。この観点からは、角度は二つの半直線の開き、具合を示す量とも言える。実際、このような回転から角及び角度を定義している、時点もある。上記の点と二つの半直線が定まると、それらにより、 平面が分割されて生じる二つの領域にそれぞれ代用して二つの角が生じる。この二つの角のうち角度が大きい方を優角、小さい方を列角と呼ぶ。明らかにどんな一組の頂点と二辺についても、その優角と列角との角度の和は、で一定である。平面上の一点で交わる二つの直線は平面を四つの領域に分け、 それぞれの領域に対応する4つの角が生じる。これら4つの角を、この2つの直線のなす角という、1点で交わる2つの直線は、同一平面上にあるので、平面上のという条件は、実は、必要がない。ダフィット・ヒルベルトがその著書の、幾何学基礎論において示したでは、探偵を共有する2つの反直線の組、引用文献のままの表現ではないとして、 格を定義しており、日本でもこの趣旨の定義を採用している、数学辞典や国語辞典が多く、最も受け入れられた数学的定義とみなせる。この定義の前期定義との違いは二つの半直線が挟む領域を含めていないことである。ヒルベルトの氷系ではその代わり、平面が角、二つの半直線により分割されて、生じる二つの領域の一方を角の内部、 他方を角の外部として区別している。角度の小さい領域が内部になるのだが、この段階では角度はまだ定義されていないため、別の方法での定義をしている。そして定理20で角の大小関係を定義している。すなわち、一辺を共有する二つの角のうち一方の角の辺が他方の角の内部にあれば、であると定義する。すなわち、 角の大小関係として、列角の角度の大小関係を採用したことになる。ユークリッドの著作、言論では、第一巻の定義8において、互いに交わる二つの線の傾き、引用文献のままの表現ではないと定義されている。傾きという語の解釈次第では二つの直線で、分割された領域のいずれかを含むと解釈することも可能であり、そう解釈している時点もある。 またこの定義と同じように、傾きであるという定義を採用している、国語辞典もある。またこの定義での二つの線は、線、言論では定義2であって、直線、言論では定義4ではないので、曲線も含まれる。二つの半直線の傾きとしての角、つまり、ヒルベルトの定義による角は、定義9で、直線角という名称で定義されている。辞典には、 二つの半直線の間の領域が角であるとするものもある。二つの滑らかな曲線が交わるとき、その交点におけるそれぞれの接線同士がなす角を、これらの曲線のなす角という。一つの直線で交わる二つの平面を考える。上の任意の一点を通り、二垂直で、それぞれ平面及び上にある直線を考え、この二直線のなす角を平面とのなす角という。 この二直線は点で交わるので角をなし、その角度は点を上のどこにとっても等しい。平面同士のなす角を二面角とも言う。以下、角度は弧度法で表す。空までの大きさの角をその範囲により次のような名称で呼ぶ。ただし直角には定量的角度を使わない定義があり、ヒルベルトの氷系などで採用されている。日本では鋭角。 直角、鈍角は中学までには学ぶ用語だが、それ以外の用語は、高校教科書でも使われず、使用頻度は少ない。英語で、劣角に対応する用語は不明である。科学技術45万語は英体薬大辞典、ではという語を当ててはいるが、この語が英語圏で、劣角の意味で広く使われている証拠は見つからない。研究者の新英話題辞典では、 幽閣をまたはとも言うとの記載はあるが、その反対語となりうる呼びについての記載はない。図説数学の時点では、の角を幽閣ではなく折り返り角と記しているが、原著はドイツ語であり、そこからの翻訳なので、英語との対応は不明である。またの角を、宗角ではなく、全角と記している。角を表す記号には、角記号と直角記号がある。例えば、 頂点から出る辺、または半直線のなす角はまたはと表される。あるいはより簡単にと表される場合もある。頂点の周りの角は複数存在するため、頂点やそこから伸びる辺を示しても角を特定することはできないが、文脈上どの角を指しているかが明らかな場合には、このような省略記法が用いられる。直角記号についても同様で、 示す角が特に直角を成している場合に、矢のように用いられる。それぞれの記号は角を表すと同時に、その角度を示すためにも用いられる。例えば三角形の内角の中に等しいことを示す、際に、と表すことがある。この場合、それぞれは、頂点は、頂点は、頂点の周りの内角の大きさを表している。二つの辺のなす角度は、 二辺をキカベクトルとみなし、二つのベクトルの内積、内積を用いることで計算できる。この方法は、言い換えれば、予言定理を利用して角度を得る方法である。一般の角度を計算するには三角関数の値を求め、その値を逆三角関数に与えることで角度を得る。それぞれのベクトルをとすると、それらの大きさが対応する辺の長さを表している。 ベクトルの内積は、と表すことができ、は2辺のなす、列角の大きさとみなせる。内積及びそれぞれのベクトルの絶対値が分かって、いるなら、を求めることができ、これを利用して角度を得ることができる。により、予言関数が得られれば、その逆関数である逆予言関数を利用して、よりが計算できる。つまり、2辺のなす。 別格の大きさは以下のように表される。また、ベクトルによって作られる三角形を考えると、内積はベクトルを用いて、次のように書き換えられる。従って、三辺の長さが分かっているなら、それらを用いて、角度を計算することができる。内積画の場合については、上述の式から直接角度を求めることはできない。しかし、 その場合は、一般の場合より簡単に角度を求めることができる。より、二つのベクトルの大きさが、いずれも出ない場合には、となる。角度の範囲に限れば、この条件を満たす角度は、に限られる。これは、出ない大きさを持つ二つのベクトルの内積がになる場合、それらが直行していることを示す。ベクトルを図形の辺と見なせば、 これは二つの辺のなす角が直角になることに対する。平面上の角度には単位量の決め方により次のような体系がある。度数法は平面を定点を単点とする半直線によって360等分するとき、その等分された一つの角として定まる角度を1、度として基本単位に持つ単位形である。さらに60分法を用いて分、秒として 回の単位を定める。定義の仕方から、全方位角は360度である。定義から、中心角が一度の互いに合同な線形を360個貼り合わせると線形のようを中心とする円が、できる。円の相似性より、一度一つの円を360個の互いに合同な線形に分割した時の一つの、線形の中積みの大きさとして定めることもできる。 この体系は、暦における一年の日数、3 6十日に由来している。他に、以下のような角度の単位がある。これらは、演習の分割の数が異なるだけで、度数法と本質的には同じである。この法は線形に対して、その子の半径の長さに対する比をもって、角の大きさを測る尺度とする。すなわち、弧の長さが半径と等しくなるときの中心角。 線形のようが二つの半径となす、列角を一ラジアンとするの訳語として、コードも用いられるが、ラジアンと呼ぶ方が一般的である。全方位角はラジアンである。コード法は単位円上の誇張で角度の大きさを表したものとも表現できる。あるいは三角比を含む極限が成り立つような角度の単位形であると言っても構わない。度数の表示と比較して、 演習率を含むため、初学者には親しみにくいが、微分、積分などの解析的操作を行うとき直接、扱うことができるという大きな利点があり頻用される。ラジアンは便宜的な単位であり、いつでも外すことができる。すなわち、ラジアンで表された量は、換算なしに単位なしの無次元量に置き換えられる。ラジアンを使用する目的はもっぱら。 ある数量が角度を表す量であることを示すためであり、特に必要のない場合は単位なしの無次元量として扱うことが多い。ラジアンは平面角の国際単位である。勾配については水平方向の単位長さに対する垂直方向の長さ、高さによって角度を示す方法もある。水平方向に対する垂直方向の長さの割合によって示す方法が 道路や鉄道の勾配についてよう行われており、道路については100分率%、鉄道については1000分率パーミルがよく用いられる。例えば、10%の勾配とは水平方向に100メートル、進むと10メートル上、または下降する勾配を示す。45度は100%の勾配になる。借款法では、 水平方向一尺に対する高さを寸で表したもので勾配を示していた。すなわち45度の勾配は10寸となる。天文学の分野では時間を使って角度を表すことが多々ある。自分秒をと表す。15倍すれば度数法での表記法と同じになる。分け、秒の単位が度数法での名称と同じなので注意が必要である。 各体系の単位には以下のような相互の関係がある。その他の単位同士の換算を下の表にまとめる。各項はある単位角度をそれぞれの単位で表した場合の数値を抜き出したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。